して今日は2019年8月14日今4時2分ですね。今日持ってきたのはこれ朝日新聞の夕刊なんですけども、朝刊が朝なかなか届かないんで新聞店に電話したら、今あの地配があちこちあるんで調べてますとかいう返事だったんですけども、結局交通事故を起こしたみたいだね。配った人がね、まあ大変な話で、私の姉も読売新聞の販売店を何年やったか、私が学生の頃高専に入った時から始めたからもう50何年やれてまして、最近引退しましたけどね。で私も学生の時にバイトでこの新聞配達はしなかったけども、新聞の仕分けとか行くんですね。朝のもう2時頃から行って、新聞社から来る新聞を受け取って、当時は広告を手で入れて、もうその後広告を自動的に入れる機械ができるから、もう手で入れることなくなるんですけど、当時は広告を手で入れて配れるようにして、そして新聞配達の学生とか、まあ、おっさんとかが配るわけだけども、配り忘れがあるんだかな。そうするとその届かなかったうちから電話がかかってきて、まあ、それに謝りながらねそれを対応するんだけど、それにも神経ピリピリさせるわけですよね。地配ってね、だからまあ新聞屋さんの大変さ知ってるんで、交通事故を起こしたんじゃ、まあきついことも言えませんなって話なんですが、結局長官届かなかったね、これね。持ってくるかと思ったら、まあ違う人が配ってるんで対応できなかったのかね。この夕刊にはお盆直撃台風というのがまあでっかく書いてあって、まあそれはともかく、その下には混乱続く香港空港、飛行機の100便ぐらい、欠航になります。なりますということで、もう何日間続いてるんですかね、このデモ隊が香港空港を占拠して、飛行機が止まらなくなって、さっきのニュース見てると、CNN 見てましたけども、今なんか解放されてるみたいだけどね。まあ、事の発端というのは、この香港の行政の一番偉い人たちが、まあ、中国本土との間で犯罪者を、犯罪を起こした人間を引き渡すという、まあ、ルールを作りましょうということで、それやばいだろうという話になって、結局自分たちに対して中国が強く政治的に介入してくる、まあ、危険極まりないと。まあ、そういう反対運動ですよね。まあ、本当は一国二制度といって、まあ、香港はいまだに、まあ、一応民主主義が守られているわけなんですけれども、それが中国がより強く介入してきて、その民主主義が脅かされるんじゃないかと。で今の行政がですよ、だんだん中国寄りになってきてるんだね。だから今回のこの犯人引き渡しの条例もですよ、結局は中国がだんだん中国じゃない、この香港の行政が中国寄りになってきたということの一つの表れだ。確かにそうだと私思いますよ。まあ、残念なことにですよ、結局力の強い側についちゃう人たちが上の方にいてしまう。はい、こんにちは。そういう状況というのがね、起きちゃうんだね。長いものに巻かれろ。まあ、中国自体を見るとですよ、もう何年前ですか、私がまだ首切られてそれほど時間が経たない時に天安門事件というのがあって、中国を民主主義の国に変えようという動きがあったんだけど、結局鎮圧されちゃったんだね。で今やこの
その天安門の話すらもね、振り返ってやることが中国の中でははばかられて、外国の記者が中国行って誰かにインタビューすると、まあ、言葉を濁すと。まあ、あの当時から比べればさ、中国も経済成長して物質的に豊かになった。それで、まあ黙っちゃったんかね。物質的に豊かになると自由を若干捨てたっていいやと思っちゃう人間が増えていく。私なんかはもう自分で一番何が大事かというと、この間も神さんと喋ってて、あんたは一番何が大事なの？自由とプライドなんだよね。それは腹ペコでもう死にそうだったら嫌だよね。しかし腹ペコで死んでしまうわけではないんだとすればですね、自分が自由に生きることができる、ものを選ぶことができる。それは選ぼうったってお金がないから選べない、そういうものがあってもそれはしょうがないよね。そして自分が自分であるためのプライドってものが犯されなければ、私は基本的には満足なんだけども、そんなものは腹の足しにならないと思う人が残念ながら世界中にはいっぱいいて、そういう人たちはそんな形のないものよりももっと腹いっぱいものが食えた方がいいや、高級ブランドのものが買えた方がいいやと思う人がいっぱいいるって話なんだよね。まあ私から見れば情けないけども、まあそれが現実なのかね。だからこの今の香港のこのデモ隊っていうのはですよ、やっぱ自由を奪われたくないって言ってんだよね。自分たちは中国人じゃなくて香港人だって言ってるわけですよ。その自分たちのアイデンティティというのがどんだけ守られますか。それを犯さないでくれ。まあ世界中がですよ、これに共感して守ってやるべきだと思うし、中国本体もですよ、あんたたち民主主義の国にしたらどうかとアメリカが言ってもな、あんたたちの国は民主主義の国なんだけどデタラメじゃねえかよと、ねえ、移民は排斥するし、トランプはめちゃくちゃやるし、自分たちさえ良ければで、みんながハッピーであろうとする必要ないじゃねえか、中国の方がマジだっていう人もいるかもしれないんだよな。まあ困ったもんですけどね、ということです。
ということで今日これぐらいにしておきます。